皆さんこんにちは。今年も行ってみようやってみようホームワイド中継を担当しますリポーターの西村文香です。今回はホームワイドプラスで各店入り口にありますこちら暮らしに役立つ便利アイテムおよそ400点の中から厳選した4つの商品をご紹介します。もう本当すごいの出てきますから皆さんメモの用意をしてご覧ください。フィルドキオイタスタート。中継です。今回はホームワイドにある便利なアイテムおよそ400点の中から4つの商品を厳選してご紹介していきます。まず1つ目がペットアイテムということで今回まずはお隣のペットワイドに来ています。さあどんな商品が登場するんでしょうか。さあここからのご紹介はペット主任の児玉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまず1つ目のアイテムどんな商品でしょうか。はい、1つ目はペットコーナーよりこちらドギーマンのですねワンコの癒し V フィットという商品をご紹介させていただきます。どんなアイテムなんですか。はい、こちらですね3つの硬さの違うローラーがありましてこれを付け替えることによってワンちゃんのマッサージもしくは飼い主さんとのですねコミュニケーションのツールとして使っていただくような商品となっております。このローラーの色によって使い分けるんですよね。はい、はい、こちら青色がですね、はい、今ついている青色が背中部分のマッサージに、はい、また緑の部分が少し柔らかいタイプになっておりまして、うん、腹部周りですね、うん、に使ってください。で最後にこちら柔らかい、茶色のですねローラー、はい、こちら顔周りのマッサージに使っていただくようになります。はい、じゃあどんな使い心地なのか実際に試してみたいと思います。じゃあワンちゃんお願いします。あーワンちゃんが登場、はい、ワンちゃん連れてきていただきました。かわいい、よろしくお願いします。じゃあ今回このまずはブルーのアイテムを使って背中をコロコロしていきたいと思います。失礼します。おお動きも滑らかですごく使いやすいですね。ワンちゃんも気持ちよさそうですね。そうですね、落ち着いてますね。全然毛も絡まらないですし本当に使いやすいアイテムとなっています。やっぱりちょっと落ち着いてきましたね。そうですね、気持ちいいんだ。本当にワンちゃんとのコミュニケーションにはぴったりですよね。気持ちよさそう。ということでこちらワンちゃんのワンコの癒しをご紹介しましたが実はワンちゃんだけではありません。猫のアイテムも実はあるんですよね。はい、気になる。はい、それがこちら、はい、こちらですね猫ちゃん用の、はい、にゃんこの癒し V フィット、こちらの商品も取り揃えておりますので合わせて、お買い求めください。はい、こんな可愛い表情してくれるかもしれませんよ。ともみさんぜひこちらのにゃんこの癒しもぜひ使ってみてください、うん、使いたい。さあ一つ目の商品はペットワイドの商品をご紹介しました。さあ児玉さん二つ目の商品はどういったアイテムでしょうか。はい、2つ目は園芸売り場より、はい、ご紹介をさせていただきます。こちらですね、充電式の電動の剪定バサミになっております。充電式、私家で使ってるのは本当に使ってるんだ。普通の剪定バサミなんですけど、そう本当に力がいりますし、そこで長時間作業していると手がかじかんで大変なんですよね。握力もいっぱい切ってるとなくなってきますよね。ですよね。それが充電式のハサミとなるとかなりアシストしてくれそうですね。そうですね、こちらの方はですね、はい、最大で10ミリまでの生木をですね切ることができる、電動でアシストをしてくれる、簡単に切れる電動バサミとなっております。そんなのがあったんですか。はい、知らなかった。じゃあ実際どんな商品なのかご紹介いただきましょう、うん、こちらがその商品なんですけれども、うん、ボタンが2つついてますね。はい、こちらですね、下のレバーが、はい、ロックの部分となっております、はい、こちらを押していただいて上のレバーを、押してもらうと歯の部分が稼働するような仕組みになっております。ください、歯が勝手に動きます。すごく楽々、うん、便利ですね。じゃあ本当に切れるのかどうかちょっと試してみたいと思います。自分で切れるかな。結構太さありますよ。できるかな。これは結構大変よ。いきますよ、手でやるときは、うん、いきます。おい、あーすごい、すごい切れました。全然力いらないです。画期的な商品ですね。ありがとうございます。もう
しい。長時間してると本当に手疲れますからね。大変。この充電式でぜひ簡単にお庭のお手入れしてみてはいかがでしょうか。うん、ちなみに1回の充電でどのくらい使えるんですか。1回満充電で約300本の、はい、枝を切ることができます。ぜひ皆さんお庭のお手入れにこちらの充電式剪定バサミご活用ください。以上ここまで2つの商品をご紹介しました。この後も2つの商品すごいの出てきますのでお見逃しなく。さあ、はい、ここからも引き続きホームワイドのおすすめ便利アイテムご紹介していきます。店頭入り口にはご覧のようにおよそ400種類のバイヤーが厳選したおすすめアイテムが揃っているんですが、今回はその中からさらに厳選した4つの商品をご紹介しています。先ほどもかなり画期的な商品でしたが、続いての商品もすごいです。皆さんご期待ください。ではここからのご紹介は時和さんです。よろしくお願いします。さあ、まず一つ目の商品は何でしょうか。はい、こちらのコアラグリップというゲル素材でできた、テープになります。はい、こちらどんな商品なんですか。はい、こちらはお家の壁や、冷蔵庫もしくは電子レンジなどの家電製品の側面ですね、うん、こちらの方がどこでも、まあ、収納になるという商品になります。確かにリモコンであったりとか散らかっちゃいますよね。そうですね。それがこの商品で解決すると。はい、どんなアイテムなのか見せてもらってもいいですか。はい、まあ、このこういう、ロール状になったテープになってまして、はいはい、ハサミで切っていただいてですね、こちらを、まあ、こういった壁にペタッと貼っていただいて、まあ、家にあるリモコンなどですね、これをこうつけるとくっつくという商品です。落ちない、すごい。またこういったティッシュもですね、こうつけていただくと、ですね、ちょっと今剥がれかけてるんで怖いですけども、こういったアイテムもくっつくことができます。さあ、そして剥がした時、皆さん壁紙が剥がれたりしませんか。そうそうそう、気になる。それもこの商品なら大丈夫なんですよね。そうですね、リモコンを外して外してまたテープ簡単に剥がせると。剥がせますね。で、これはテープが、まあ、ホコリがこういっぱいついたという状態でですね、はいはい、ホコリがついた時、もう使えない。はい、で、これを水で洗っていただきます。水で洗うと結構ホコリまみれてます。落ちます、ホコリ。ホコリがこのようにきれいに落ちますね。わかります、ツルツルになってますね。使えないです。これ乾かしたらもう一回使えるんですか。もう一回使えます。なんと、じゃあ乾くまでちょっと、はい、乾くまでちょっとお時間をいただきますので、次の商品ご紹介いきましょうか。少々お待ちくださいね。じゃあ続いての商品は何でしょう。はい、はい、こちらの魔法のまな板になります。はい、魔法のまな板、あの皆さんご家庭で使っているようなまな板、こちらご用意したんですが、結構傷入りますよね。そんな感じです。汚れが気になる方多いと思うんですが、こちらどんな魔法がかかったまな板なんですか。はい、こちらが、先ほどのテープと同じく、新素材の合成ゴムでできた商品になりますので、はい、まあ、包丁がですね、包丁していた、あの物を切っていただいた時に、まあ、柔らかい素材でできていますので、切れ味がいいというのと、傷がつきにくい、それと、包丁の方が刃こぼれがしにくいという特徴があります。じゃあちょっと実際にキュウリご用意いただいたんで切ってみたいと思いますね。はい、はい、あ切りやすそう。ちょっとこれ切れ味全然違う。プラスチックだと、結構最後まで切れなかったりするんですけど、これ吸収力があるので簡単に切れますね。そうそう、キュウリすごい繋がってたりするのよ、切り損ねてさ。そしてで、もう先ほど説明した特徴の一つに、傷がつきにくいという特徴がありますので、ここに一応あの一回あのアクリルの板を用意しましたので、透明、これを力入れて切ってみてください。いいんですか、はい、傷つけちゃって、はい、いきますよ、包丁で、見てくださいね、はい、傷ついてます、ついてます、ついてます。絶対これでどんどん汚れちゃうの、まな板。あれ、見た感じ、傷がつかない、入ってません。すごい、すごいな。フラ板にははっきりと傷が入ったんですが、見てみてください。はい、ご覧ください。傷がないんですよ。わかんない、もう全然ついてない。すごい、すごい。
もう傷からいろいろばい菌が繁殖して、ちょっと気になるなという方が多いと思うんですが、気になる方はこちらの方お求めいただいたら、はい、いつまでも綺麗に使えると思いますね。わー、こちらの便利な魔法のまな板、ぜひ皆さんチェックしてみてください。私はもうすでに購入しました。大変喜んでおります。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、先ほどのテープちょっと見ていきましょうか。あ、そうですね、コーラグリップ。あ、そうだ、はい、乾いたかな。水分がまだ残ってますけれども、うん、こちらに貼り付けますね、うん、はい、お、しっかり貼り付きます。たた、そしてリモコン、リモコンをもう一度貼ってみますね、はい、おー、ついた。じゃあもうこれ1個で半永久的に使えるということですよね。ずっと使えますね、うん、洗いながら使っていただいて、はいはい、皆さん防災アイテムとしても大変活用できますので、うん、ぜひ皆さんこちらの商品もチェックしてみてください。以上、ここまで時矢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、最後はホームアイドからのお知らせです、はい、ひとうさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなお知らせでしょうか。はい、ホームワイドでは一部店舗を除き、各店舗において心地よい眠りをサポートいたします、はい、快眠フェアを開催中です、はい、期間は2月28日までとなっておりまして、ベッドにマットレス、布団に枕などより心地よい眠りをサポートする商品を取り揃えております。また一緒に使っていただきたい快眠グッズなども豊富に取り揃えており、お買い得価格にてご提供させていただいております。ぜひお近くのホームワイドへお越しください。はい、皆さん、暮らしのお困りごとはぜひホームワイドでズバッと解決してください。ここまでホームワイド中継をお届けしました。皆さんのお越しをお待ちしております。はい、いろんな便利アイテム、ぜひ出会ってくださいね、はい、以上、中継でした。